江上さん、近藤隆二さんと連携決まって、はい、非常にね近藤隆二が良さ出してくれたかなと思いますけれども、そうですね、ちょっと周回失敗しちゃって前になっちゃったんですけど、はい、まあ、近藤君が落ち着いてましたね、はい、すごくなんかやっぱり前提の段階から近藤さん聞いたらやっぱり久しぶりに海老根さんと走れるからの緊張感もあって気持ち入ってるようでしたけど、いや、はい、近龍はよく一緒に練習もしたりしてたので、はいはい、嬉しかったですね、はい、でちょっと今日2月22日というのが海老根さんにとっては、そうですね、アマチュアの時からお世話になってる東江さんの面もってところで、もうなんとか車検に絡みたいなと思ってたので、まあ、本当に2歳で良かったですね。確かに本当この時期だったりですね、昔の東王座の時だったりっていうのが思い出されますけど、はいはい、すごくいいレースができて、いいレースというか、まあ、そうですね、まあ、ついてただけですけど、はいはい、東江さんじゃ半ばって一着だと思いますけど、はい、なんとか良かったです、はい、SC に復帰されてさらにちょっとその手応えというか、またもう一回 SC でというのは、そうですね、まあ、上がって2ヶ月はまあ慣れる感じで、まあ、多少は着が大きくてもしょうがないなと思ってたんで、まあ、この2月最後のレースなんで、まあ、今回と次ぐらいからちょっとまた上のレース少しでも走れればなと思ってます、はい、また我々からするとエビちゃんといつも呼ばせてもらって、ありがとうございます、長くね競輪楽しませてもらってるんで、ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございます。